どうもジュニオル TV です。よろしくお願いしま す。記念すべきね、対談動画第1弾はレア FC の奥野やったんですけども、今回は、第2回目ということで、今回のゲストは ASG ジュニオルのイケメンコーチ佐久間コーチです。お願いしま す。対談で2回目、身内というか一緒にやってる仕事仲間なんですけども出ていただきました。ゲストという形なので、逆に僕もね、いろんなこと聞きたいこともあるんで、どんどん質問をしていけたらなと思っております。はい、佐久間コーチ、早いね。早いね。来年募集ジュニアス9期生やね。早いっす、マジで。9期生、僕が振り返るよりたくまにちょっとね振り返ってもらおうと思うんで、なんかこう立ち上げて、一緒にこういろいろやってきて、なんかどんな感じですか今のジュニオールは。早いって言ったじゃないですか。はい、めちゃめちゃ早いし、はい、もうなんていうんですかね、この立ち上げの時からの一期生からのこの大きくなっていく感じ、この規模感のそのスピード感、確かにもうなんか想像以上っていうか、もともといろいろプランというかこう話してたじゃないですか、ね、年々こうなってって、みたいなのを計画っていうかプランより、全部超えてってるから超えてった。そう、そのスピード感もやし、すごいなっていう、大きくなったなっていうのは、確かに、内側におる人間やけどやっぱりより感じるんですね。なるほどなるほど。でもそれが楽しいし、はいはいはい、充実してるし、やりがいしかない、ね。なるほど。ね、いや、やりがいがあると言ってもらえて、社長としては本当にありがたいと思います。ね、次の質問として、なんかちょっとこう今話しながら気になったのが、例えばジュニオールにこうがっつり社員で来るってなったの大学4回の時とか、4回の今あんま実は聞いたことないなって思うのが、親とかあんま心配せんかったそこなんかな、そうやっぱ僕はちょっと来年、金森ライトとか、うちの OB が実はコーチで来るんやけど、やっぱりこうちょっと俺も親御さん知ってるから、ちゃんと俺連絡してるんよ実は。え、俺の？ああ、びっくりした。ライトの。ライトのお母さんに、すみません、来年ちょっとこういう形で、うちでちゃんとこう、あ、そう言ってた、一人前の社会人としてやりますみたいなのが、でも、たくまはまだ出会っても、あの時も間もなかったからあれやけど、ふとこう、ちょっと YouTube で話す話題として、なんか、どうなん、どうやったの？なんか、あったん？なんか。いや、いいやん、やり、ぐらい。多分あんま覚えてないけど、幼稚園の時から、多分もう、生まれた時から、自由に育ってきたから。なるほどね。別に何かしたあかんとか何かせえとかも言われたことないし、多分全部自由にさせてもらってた。あー、すごい。何しても応援してくれてたし。あー、いい親やな。こうやってやっていくわ、ええやん、やりみたいな多分そんぐらいと思う。たくまコーチのファミリーの皆さん、ありがとうございます。おかげさまで、でかくななれました、たくまコーチのおかげで。はい、なるほどね。なんかちょっと俺も質問したくなったから、ちょっと今聞いたんやけど、こうでかくなっていく中でこう大変なこともな、やっぱ正直いろいろなあったと思うし、たくまもあんまりここではな話しにくいけど、悔しいこともな、まあ、あったりとか、進んでいく中でこう会社として次ね、動画もこれ流す前に上がってると思うけど、株式会社スティードという、もう一つね、会社が立ち上がるんですけど、そこでいろんな話したけど、やっぱサッカークラブな、たくまもサッカーコーチ来てみて大変な思いもあると思うんですが、こう株式会社スティード、このスティードっていうのはたくまコーチがつけたね、名前で、株式会社も登記するんですが、簡単にでもいいけど、新しくね何するかというか、どういうことしていくかとか、多分ユニオンもこうな作っていくとか話してると思うんやけど、なんか改めてスティードの紹介とか、スティードのことについてちょっと話してもらえたらと思います。スティードってどんな由来なの、スティードになった経緯というか。由来、一応造語は造語なんですけど、その前を話し出すとちょっといろいろ長くなるので、簡潔に言うと、スティードのコンセプトとしては、大人になっても純粋な心、少年のような心を忘れさせない、自分らしく、自由でかっこいい人生を歩み続けよう、輝き続けようみたいな、いろんなちょっと意味があるんですけど、それをした理由は一応置いといて一旦置いといて、そのスピードっていうのはティザーっていうのがいたずら好きっていう意味があって、でステイゴールドっていうのが
まあ、自分らしくとか輝き続けろとか、うん、まあ、いろんなちょっと意味合いを持ってて、うんうん、まあ、それを合わせたのが一応スピード、そういうコンセプトの中、まあ、よりアパレルカラー、まあ、ユニフォームカラーとか、まあ、そういうのをちょっとデザインカラーとか、まあ、いろいろ発信していけたり、そういう思いの中ブランドもやってます。このアパレルブランドっていうところと、より、来年度からユニフォーム事業を、始めようと思ってます。まあ、簡単に言うとあれですね、多分ナイキ、アディダス、アシックスみたいな感じで、このスピードをスポーツメーカーとして、まあ、売り出すじゃないけど、ね、うん、まあ、そのユニフォームを作っていくっていうところに、まあ、よりちょっと力を入れていこうかなっていう。なるほど。まあ、まだね、こうチーム名は言えないですが、早速仲いいチームが一見スピードのユニフォームに変えてくれるということで、うんうん、まあ、そこはもうありがたいですね。たくまの、まあ、営業力もそうですし、こう付き合い方とかもね、こうだんだんこうすごい発展していってるっていうか、たくま自身もなんか僕も横におって、おすげえなっていうか、そういう印象で一緒に仕事させてもらってるんですけども、まあ、さっき親も、自由に育ててるって言いますが、多分僕も自由に育ててます。何も言われたことない。せやな。でもなんかこうすごいのが、僕自身もまあたくまのこともしていきながら、でたくまもすごいのが、もうなんか、いやもう近所のコーチこう考えてるっすよねみたいな、なんか俺言わんでも、あ、多分近所のコーチこう考えてるからこうやなとか、なんかそのあったりとか、特に意見でもね、お互い結構なんだかんだ本音でぶつかり合うこと、いや俺はこう思ってる、いや僕はこう思ってるとかも、まあなんか若いけど、こう別になんかそのね、お互い好き嫌いとかじゃなくて、ちゃんとここの子供ら良くしていきたいとかな、会社良くしていきたいとかっていう、ちゃんと一番上にテーマがある中で意見交換ができる、なんかすごい若いと若手というか、そんな感じで、まあ、たくまコーチにもこうやって対談として、まあ、いろいろね話し出すと多分もう10分20分30分1時間と聞かないと思うんですけども、まあ、これから、株式会社スピードとか一般社団法人 AC スポーツアカデミーとして、まあ、ジュニオールのねこう発展とか、これから支部チームも作ったりとか、いろいろこうサッカー界に貢献というか、いろんなことをね革命を起こしていく僕たちだと思うんですけども、まあ、最後になんか保護者の方も見てるし、これからの意気込みとかメッセージというか、何か最後ラストコメントいただければ、うん、難しいですね。なんか最後の意気込みというか、見ててください大きくなります、大きくします、はい、まあ、そしてまあいろんな影響を与えれるようにもなりたいし、うん、まあ、いろいろ変えていけるようにもなっていきたいし、うん、まあ、よりちょっとそこはボスに、ついていくだけじゃなくて、僕も、いろんな従業員もたくさん今いてくれてるんで、ね、まあ、より引っ張る部分もそうやし、うん、まあ、たくさんチャレンジしながら、まあ、人生を楽しんでいけたらと思います。いや間違いないですね。まあそうですね、だほんまにかっこいい人生を歩んでいきたいなって、生き方をしたいなっていうふうにすごい思ってるんで、まあ、いろんなことにチャレンジして、まあ、どんなことでも楽しんで、まあ、それが会社大きくなるとか、まあ、いろんなプラスに変えていければいいかなってすごい思ってるんで、まあ、見ててください従業員からも力強い言葉がたくまコーチから出ましたが、本当に僕も何も気にせず任してるっておかしいけど結構細かいとこコミュニケーション取ることはな、ね、電話も含めて結構しながら、実は一緒に問題解決も新しいこともチャレンジしていっているので、ぜひともジュニオールのたくまコーチ、保護者の皆様も他のチームの指導者の方、いろんな人もぜひ応援してあげてほしい若手の指導者やと思いますんで、これからも若手指導者はむしろね引っ張っていく存在になっていってもらえるように、あと教え子も帰ってくるんで、そうですね、今何人か来てくれてるし、はい、みんなねたくまコーチに慕って、戻ってきてくれるやつも絶対いてるんで、ぜひともねこれから一緒に頑張っていきましょう。お願いします、はい、ジュニオール対談の2つ目、たくまコーチでした。ありがとうございました。